国が当事者の裁判ではありませんので、まあ、基本的にコメントは控えさせていただきたいというふうに思います。いずれにしても原発についてはですね、これは原子力規制委員会がですね、安全、世界的にも最も厳しいと言われている新規制基準にですね、をクリアしていると、規制委員会が判断したものに関しては安全最優先で再稼働させていくという政府の方針には変わりはありません。はい、よろしいでしょうか。はい、では会議終了します。はい。